こんにちは、クレイジャーネームの力也です。今日はまたしてもコラボです。そして今日のゲストは後ろにいる大元さんです。大元さん、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日は何を撮ろうかなと思ったわけなんですけども、はい、あ、まずは大元さんの自己紹介をお願いします。初級から中級のビデオグラファー向けの Tips を発信するチャンネルやってます、大元です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日もお忙しい中。いえいえ。でですね、今日はですね、ちょっと面白い企画を考えてきました。はい。で、まず僕と大元さん の共通点、実は2つあるんですよ。で、1つはビデオグラファーということで、はい、まあ、皆さん分かると思うんですけども、もう1つ大きな特徴がありまして、共通点がありまして、それはサッカーです。大元さん、サッカーどのくらいやってたんですか？僕は小学校に始めて、はいはい、中学校はやってないんですけど、はい、高校、社会人で30歳になって怪我するまでやってました。なるほどですね。結構長くやってた。結構、しかもガチでやってたみたいな感じですもんね、はい。で、僕も僕のチャンネル見てる方だったら分かると思うんですけど、結構サッカー好きで、大体海外行く時もサッカーの靴持ってって現地の人とサッカーしたり、時にはなんかプロチームに混ぜてもらったりするんで、まあ、サッカーが大好きということで、今日はですね、動画クリエイターならではのサッカー対決っていうのをしていこうと思います。で、今日のルールなんですけども、まあ、リフティング対決をしようかなと思っていて、でもただ単に普通にリフティング対決しても全く面白くないんで、まあ、動画クリエイターならではのリフティング対決ということで、古今東西というゲームをさせてもらおうと思います。で、ルールは、なんかお題を決めてリフティングをしてて、例えばじゃ あ都道府県みたいな感じだったら、僕はリフティングしながら東京って言ってパスを出して、うん、大元さんはリフティングしながら大阪って言ってパス出してみたいな感じで、言えなくなったか、もしくは同じことを言ったか、もしくはボールを落とした方が負けという感じでやっていこうと思います、はい。で、テーマなんですけども、まあ、3回勝負しようと思っていて、1回目のテーマが、動画クリエイター古今東西ということで、まあ、お互いの知ってる動画クリエイターを言いながらパスを続ける、リフティングを続けるといったゲームです。で、2回目のテーマがカメラ機材メーカーということで、まあ、カメラのメーカーだけだと少ないんで、まあ、ジンバルメーカーだったりとか、カメラに関する機材のメーカーをお互い言い合うというルールにします。3つ目がですね、クリエイターあるある。これ前なんか大元さん動画で出してましたね。やってました、ね。なのでちょっと大元さんが有利なんですけども、まあちょっとここはハンデということで。ハンデ。いやいやいや。動画クリエイターあるあるで、やっていこうと思います。はい。で、負けた方、まあ、罰ゲームなんですけども、この後、次の動画でお互いがリフティングをかっこよく動画を撮るっていう撮影をしたいと思っていて、まあ、どっちの方がかっこよく撮れるかみたいな感じでやろうと思ってるんですけども、その時に使える機材に関してハンデを与えるというルールにしようかなと思うんですけど、うんうん、どうでしょうか。はい、いいと思います。いいですか。はい。で、1回目の試合で負けた方が撮影時間5分、勝った方は15分使えるというのが1回目のルールです。で、2回目がですね、勝った方は一眼レフを使える、そして負けた方はスマホで撮影しなきゃいけないというハンデキャップを設けたいと思います。で、3つ目はですね、勝った方はスローモーションが使える、負けた方はスローモーションが一切使えないっていうハンデを与えた上で、動画撮影の方をして、まあ、対決というかお互い取り合っていくみたいな感じでやっていこうと思います。こんな感じでいいでしょうか。 OK です。ということで早速サッカーの方やっていこうと思います。ケースケバおおおおちょっと待って、マーティーかっこや。いいの、内情さん。あ、じゃあ、何ことさん。あー、来た。大元さんと寂しいの。あ、やだ。思い浮かばないみたいな。あ、あの人なんだっけ、黙って。やばい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 。マジやばい、マジやばい。マジやばい。マジでやばい。マジでやばい。あ、寄っちゃった、寄っちゃった。寄っちゃった。ステージナイスだと。こっちに来るか。やばい、やばい。やばい、やばい。サムコルだ。次はカメラ機材メーカー、はい、次大元さんから行きましょうか。オッケー。
きます。はい。ソニー、キャノン。おおおお。ニコン。ああ、ごめん。無事フィルム。いました。ブラックマジックデザイン。オリンパス。ベニューテック。クリエイターあるある、クリエイターあるある、最初はゲットゲットっぽい。よし、 SD カードめっちゃ忘れる。やばい、逆レッグ。うわ今言おうと思った。ND フィルターめっちゃ忘れる。音声が取れてない。うわ、ある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 。あはい、ということで勝負の方終わってハンデの方が決まりました。撮影時間僕が15分撮れるということで、大元さんが5分、大元さんの方が一眼レフを使えるということで、はいはい、FX3 と 50mm の GM レンズついてるんで、はいはい、大体合計で70万弱ぐらい。やばいですね、やばいですね。で僕の方がスマホ、iPhone12 mini を使っていて、金額の方が69,800円で、3回目の勝負がクリエイターあるあるで、僕が勝ったのでスローモーションが使える、大元さんが使えないということで、今から撮影の方していこうと思います。よし、はい、早速ね始めようと思ったんですけども、どっちから撮影するかっていうことを決めてなかったので、最後にもう一回勝負をしたいと思います。これもねやっぱ相手のね撮り方とかもね参考になったりするんで、結構ねこれ大事な勝負だと思うんで、今からラスト勝負行きたいと思います。東京、北京、ソウル、ワシントン、ジャカルタ、キャンベラ、リマ。うわ、リマ。ちょっと待って、リマの次は、ちょっと待って、あ、どこや、あ、わかった、ソウル。あ、ごめん、ソウル言いました。ソウル言いました。言った？ソウル言った。ソウルは絶対言った。ソウル。ソウル。大元さんが先に取るということが決まりましたんで、楽しみにしていてください。行きます。行きます。スタート。スタート。よし。じゃあリッキーさんこの辺で、はい、あ、こっちからとか歩いて入ってきた。おお、なるほどなるほどなるほど。ボールは持ってた方がいいか。ボールじゃあ壊しに抱えて。いいね、この子を前向けに使います。あー、オッケー、じゃあ、発表。お願いします。そこでボールを置いて、オッケー、はい、それも返し、お願いします。ボールを置くところ、お願いします。はい、いいね、無理か。で、ちょっと小技を、今の、もう一回やってもらおうか。マジで、マジで。はい、オッケー、最高。はい、カット。5分いってるでしょ。素晴らしい、素晴らしい。15秒余り、素晴らしい。これぞ大元 TV。僕の撮影の方を始めていこうと思います。時間は15分、やっていこうと思います。よし、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ開始をします。はい、はい、レッツゴー、レッツゴー。よし、じゃあちょっと最初に降りてみて、はい、おーい、
できる。俺まだできるじゃん。やべえ、楽しい。やばい、あいだ。やばい。いやー、最高すぎる。おお、あーめっちゃいい。今のでなんかトランジションになると思うんで、どうも。あーいいっすね。やばいわ、最高っすな、マジで。俺はもうダメなのか、夢は叶わないのか。諦めてたまるか。できる、まだできる。今日からまた夢へ向かって再出発。はい、ということで動画の方を見てもらったんですけども、いかがだったでしょうか。大元さんの作品は FX3 良さがやっぱり出ていたと思いますし、 iPhone には iPhone の良さもあったんではないでしょうか。そして何より今日はめちゃくちゃ楽しかったですね。楽しかった、本当にありがとうございました。こんなくだらない企画に付き合っていただき、いや本当楽しかったです。本当ですね。ということで、大元さんのチャンネルの方では、大元さんなんか FX3 の、あ FX3 と 50mm の G マスターレンズのレビュー動画が上がりますんで、ぜひ見てみていただければと思います。ぜひ大元さんのチャンネル概要欄の方に貼っておきますので見に行ってください。今日の動画もちょっと使われるみたいなんで、はい、使います。そちらの方もぜひ楽しみにしていてください。ということで今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。シャオチャオそうだった、忘れてたありがとうございました。ありがとうございました。2、1、5。めっちゃいい。